おはようございます。それでは、ゲームを始めます。真新しいスーツに身を包み、ユミは下の階へと向かうボタンを押しました。59階。51。50。46階。こちらは、おや、扉を開けないこともできるんですね。38階。次は開けてみます。何もいない。何かが現れて消えていきました。これは何でしょう？鏡でした。どういう効果があるのかはまだわかりません。人が乗ってきました。いや、人ではないかも。クリックしますが、特に何も起きません。25階。クリックすると、特に何もないです。15階。何か出ていますが。何も起きませんね。動きました。13階、扉を開けます。幽霊は出なかった。そう、きっと気のせいだ。自分に言い聞かせながら、ユミはエレベーターを駆け下りた。幽霊は出なかったと言っていますが、たくさん出てきたような気がします。
これがゲーム内通貨だと思われます。エンディング、これは何でしょう。何も起きません。配送、これはエンディングを再生できるようですね。実績、何もありません。ショップ、200コイン貯めると何か買えるようです。こちらはゲージとありますね。何のゲージでしょうか。戻る。スタート。このボタンを押すと、エレベーターを止めた人物を乗せずにフロアを進めることができます。鏡の使い方がまだわかりませんね。46階。男性が乗ってきました。この人をクリックしても特に何もないようですね。32階。仮面の人、25階。これは自分が取った行動、メモしておいた方がいいかもしれません。紙に書いておきました。何か出てきたような。13階。公開。最初に乗ってきた男性が幽霊を追い払ってくれました。彼の仕事は誰にも言ってはいけない。
だから幽霊など出なかったのだ。世の中にはいろいろな達人がいる。なるほど。ところで、BGM が聞こえてきませんが。音声キャプチャーはできているようですね。この数値はおそらく、霊障と呼ばれるものですね。それが高かったら、このエンディングになる、ということかもしれません。そしてこの人を乗せている、その二つの条件があると、いうようなことだと思います。戻る。スタート。すでに見た結末は、エンディングと実績の画面に記録されます。何回で誰が乗ってくるか、書いて覚えるようにします。46回。彼はどうやらエクソシストのようなので、そう書いておきます。32階。扉を開ける。仮面の人。25階。これは幽霊ですね。ここも何か意味があるんでしょうか。クリックはできません。20回。アイテムのようですが、テープとハサミ。これは何でしょう。押せません。どちらかを選べということですね。自分でボタンを押すこともできるんですね。
13回。幽霊。10回。これは何でしょう。何かの玉。別の実績を解除できましたが、エンディングは変わりませんでした。手鏡は大事なお守りです。こまめに拭いてあげましょう。手鏡を拭くことで霊障を下げられるということですね。おそらくは。50回。傘とボール、アイテムではなさそうですが、クリックすると動きますが、これが何かのフラグなのかはまだわかりません。46回、扉を開けない。40回。カラス。32回。これは仮面の人ですね。30回。アイテム。マラカス。ハンマー。両方は取れませんね。実績のロックを解除しました。アイテムの選択に迷っていると、解除できる実績もあるようです。
10回。これに意味があるのかどうか。幽霊は出なかった。新しいスーツを買ったユミは、そのままビルでのんびりした。バナナクレープが美味しかった。髪型も変えて新しい気分だ。実績。5種類のエンディングを見る。と、どうなるんでしょうか。ショップ。太陽の状態にしておくと、手鏡が汚れづらくなります。雨の状態にすると、逆に汚れやすくなります。買う。霊障がどのくらいあるか、一目でわかるようになります。なるほど。エレベータードアの画面になっているときは、時間は止まっていて、霊障も変わりません。ゆっくり考えても大丈夫。46回。開けない。32回で開ける。30回。マラカスを取る。20回。20回はアイテムを取るということではないんですね。あそこで何か行動をするということなんでしょうか。
仮面の人に襲われました。取り押さえたようです。幽霊は出なかった。犯罪と戦う潜入刑事にとって、そんなの気に留めている暇はない。優秀な弓は出世のエレベーターに乗った。このエンディングでは、弓は警察官ということになっているようです。まあ、風船を割ってみたかったんですが、ちょっと間に合いませんでした。エンディング実績で、ここをタップしてみると、ヒントを購入できるそうです。この場面では BGM はないんですね。46回エクソシストの人。実績を解除しました。先ほどはカラスが出てきたんですが、32回、開けない。30回。アイテムは取ってみます。まあ、であちこちを叩けるようですね。何か意味があるのか、もしかして、破壊できるとか、できませんでした。バナナクレープを美味しかった。バナナクレープが美味しかった。50コインでヒントが買える。これは何でしょうね。ハンマーでエクソシストの人を叩く。ということですか。ということは、46回と30回で開けた方がいいと。
50回。46回で開ける。32回。この人は乗せなくてもよかった気がします。ハンマーを取る。アイテムが消えました。これで良かったのかどうか。ここの部分ですね。ここの部分をどうするかの選択なんですね。破壊しておきます。10回。何もないですね。ハンマーで破壊できたりするのかも。弓をタップできますね。怒っています。あなたは弓に訴えられた。第4の壁があるから、触ってもいいと思ったのに。なるほど。ヒントの値段は全て同じ。霊障の数値が分かるアイテムを買った方がいいですね。200コイン。高いです。アイコンの意味が分かりづらい場合、すでに到達したエンディングの条件と照らし合わせるのもいいかもしれません。なるほど。
鏡を拭いてみます。ここは開けないでおいて、40回。カラスが出てこなくなりましたね。どういう条件で出てくるのか。32回も、では開けずにおいて。ここはエレベーターを修理しておく。次回はハンマーを拾って使えるかどうか試した方が良さそうです。5回。新しいスーツを買った。1階までたどり着く条件があるんでしょうか。人や動物が入ってくると霊障は下がります。46回。40回。霊障の値によってカラスが出るかどうかが変わるような気がします。32回。閉めておく。30回。25回、開けてみる。
実績を解除しました。事故物件。このままにしておきます。栄章をあげておきます。13階。開けないでおく。10階。ここでアイテムを使うことはできないんですね。霊障を上げた状態で進んでみます。幽霊が出る。特に変わらず。優先が出てきました。割ると少しコインがもらえるということでいいでしょうか。すべてのエンディングはイフストーリーです。それぞれにつながりはなく、エンディングによって登場人物の設定も異なります。弓だけでなく、途中で乗ってくる人の設定も違うのかもしれません。50回。この傘を開いたり閉じたりするのには何か意味があるのかどうか。46回。開けない。40回。霊障は放っておいて。32回。仮面の人。30回。マラカスを取る。仮面の人を踊らせました。25回。開けてみる。何もない。幽霊が出た。
20回。修理しておく。仮面の人が幽霊に囲まれていますね。クリックしてみますが、特に何もなし。幽霊は出なかった。でもテレビには出てた。迷える魂たちは、輝く芸人魂に導かれて、戻る。30階のアイテム棚の引き出しを開けてみましたか。30階のアイテム棚。開けていません。30階で降りるようにします。46回。エクソシスト、乗せておきます。40回。何が出てくるか。おもちゃです。32階。ここで開けておいて。アイテム欄の、アイテム棚の引き出し、ハート。やはりどれか一つしか持っていけません。これは何でしょうか？誰かに使うものなのか？弓には使えない。仮面の人にはあげられました。バチバチの火花。直しておくか？直さずに置くか。放っておきます。15階。この人は誰でしょう？仮面の人物は優しくてかっこいい女の子だった。
ユミの初恋が始まった。これがここのエンディングということは、エクソシストのおじさんにもハートをあげられそうですよね。ショップに行って霊障ゲージを買います。スタートするかと思ったんですが、一旦休憩します。それでは再開します。結末に関係するイベントやキャラクターはランダムには変化しません。他のフロアでの行動が関係するのかも。ランダム性はないと言っています。とりあえず全部ボタンを押しておきます。霊障を下げて、傘とボール広げておく。46回、エクソシストの人、乗せない。40回、カラス。植木鉢何かありそうなんですが、何もないですね。32回、仮面の人。誰も乗せないで行ってみます。30回、ハートを拾う。カラスにあげる。カラスにハートを渡せるんですね。20回、配電盤。修理する。霊障が低いと25階や13階には止まらないですね。10階、クリックしてみますが、何もなし。閉めます。
鏡を磨く。5回。ノーマルエンドですね。ある結末の条件を満たしているのに、たどり着けない場合、他の結末の条件を満たしていて、そちらが優先されているのかもしれません。ノーマルエンドが最優先になっているのではないかと思いますね。ノーマルエンドの条件を満たしていない場合、他のエンディングのフラグが立っているかどうかを参照しているのではないかと。レーションを上げてみますか。どんどん上がっていきますね。エクソシストの人を乗せないでおく。40回。50回で傘を開いておくとカラスが出てくるような気がしますね。霊障が高いと、いろいろな回で幽霊が出てきます。32回。仮面の人。30回。何を取るか。ハンマーを取ってみます。25回。ここは幽霊が出るはず。霊障が高いと、オプションも開けなくなるのが、ちょっと変わっていますね。電源。これも放っておく。15回。何か他のことができないか試しています。何もないですね。ハンマーを。おや。13回。ここも幽霊ですね。どんどん開けてみます。ハンマーを仮面の人に渡せませんでした。弾。やはり、霊障が高くても何もないですね。
誤解。終わり。初めからずっと、そこは幽霊の中だった。鉄とガラスの幻覚を、ボロボロの廃墟が見せていた。これがバッドエンドかもしれません。霊障が最大だと、ここに行く。霊障が少し高いと、ここに行く。霊障が最低だと、ここに行く。霊障を少し下げると、半分ぐらいに維持していれば、別のエンディングに行けるかもしれません。ヒントを買います。ボタンを押さない。手鏡を磨かない。霊障を上げるということですか。そして、弓にタッチしない。何もしない。確かにさっきはボタンを押していましたね。では本当に何もしないで進んでみます。真新しいスーツに身を包み、ユミは下の階へと向かうボタンを押しました。これもヒントなんでしょうか。ボタンを押さない。鏡も何もしない。弓にも触らない。では人も乗せない。全く何もしないというのは退屈なので案外難しいかも。テレビゲームですから何かしたくなるというのが人というものです。ボタンが壊れましたが、押せません。開けるしかないということですか。すると幽霊が出てくる。20回、止まるはずなのが止まらないですね。弓が倒れましたが、5階のお店に1体のマネキンが納品された。運び方がいい加減で、首のところが
破損していた。なるほど。エンディングによっては弓の役割も変わってくるということですね。ヒントを買う。カラスをハンマーで叩く。戻る。カラスを出すには、50回で止める。40回でも止める。霊障は下げておいた方が。来客は乗せてもいいんでしょうか。乗せない方が他のフラグが立たないので、やめておきましょう。40回。カラス。32階で乗ってくるのが仮面の人。乗せない。アイテム、ハンマーを取る。ハンマーでカラスを叩く。怒られた。画面が壊れて、幽霊どころじゃなくなった。ああ、どうしよう。画面が壊れたままですね。実績を解除しました。モニターを取り替えたのか、いや、保護フィルムを取り替えたのでしょうか。ヒントを買う。霊障は下げて、猫にハートをあげる。まだ猫に会ったことがないですね。猫の出現条件がわかりませんね。50回。50回のあれが条件なんでしょうね。40回、30回、ここまでは押しておく。霊障は下げておく。これだとカラスになると思うんですが、これでいいんでしょうか。
46回乗せてみます。40回。猫を拾えました。32回。仮面の人。30回でハートを拾う。猫にあげる。急に終わりました。幽霊は出なかった。ユミのほっぺが猫ペロ .com で星 4.5 を獲得した。いい迷惑だ。いいじゃないですか。ヒントを買う。霊障を最大にしてエクソシストの人にハートをあげる。ちょっと実績も気になりますね。エンディングの数よりも実績の方が少し多い。いろいろな条件がありますね。エンディングはあと3種類。すべて5回で終わりなのか、1回までたどり着くことができるのか。隠しエンディングというか、トゥルーエンドのようなものがありそうな気がしますが。50回。これはどちらでもいい。ここでエクソシストの人を乗せる。
40回。猫。38回。これまで止まったことがない回数のような気がします。出てくるものは変わらない。32回。仮面の人。30回でハートを拾う。ハートをエクソシストの人に渡しておく。おや、何が起きたんでしょう。ユミが襲われました。いや、襲われたわけではない。エレベーターで出会った素敵な人から突然のプロポーズ。二人はいつまでも幸せに暮らしたことでしょう。めでたしめでたし。これは催眠をかけられていますね。ヒントを買う。F、これは何でしょう。霊障を上げて。F。F というのが何かわかりませんね。もう一つヒントを買います。F。これが何を意味しているのか。霊障は上げるか下げるかどちらかですね。50回、40回、30回。このあたりまでは重要ですね。50回。カラス。霊障は下げておいて、46回、人は乗せても乗せなくても、同じではないかと。40回。カラス。
32回。開けない。30回。ハンマーを取る。霊障は下げておいて、柱を破壊する。柱ではないですが、回数表示を叩けます。実績を解除しました。何回まで行くんでしょうか。777回。幽霊は出なかった。下界のお勤めは大忙し。早く神様のところに戻らなくっちゃ。このエンディングでは、ユミは天使という設定になっているようです。回数表示を破壊して、霊障を下げると天界に行く。回数表示を破壊して、霊障を上げると、魔界に行くかも。まずハンマーを手に入れることですね。霊障は上げておく。ラスと猫はどちらでもいいようですね。46回。エクソシストの人。乗せてあげない。40回。そのまま閉めることもできるんでしょうか。できるんですね。32回。仮面の人、乗せない。30回。ここでハンマーを拾う。霊障が満タンになったので、回数表示を攻撃します。25回。ボタンが壊れました。幽霊が出た。壊してみました。今度は下の方に行っているようです。マイナス666回。
けろということでしょうか。おや、60階。幽霊は出なかった。扉の向こうにはまたエレベーター。本当にさっきまでと同じ世界なのだろうか。さて。おや。フェーズ1。フェーズ2。さらにエンディングがあるようです。ヒントを買ってみます。霊障を上げて何かを手に入れる。こちらにもヒントがあるんですね。カラスにマラカスをあげる。ボタン。10回。言われた通りにしてみれば何か起こると思います。ヒントを買う。設定ボタン。鉢植え、10回。バナナ。もう少しヒントを買った方がいいかも。カラスを乗せず、バナナを集める。こちらは、乗客をたくさん乗せて、霊障を下げる。こちらは猫の代わりにカラスを乗せて、バナナを2本集める。こちらはカラスにハートをあげて、バナナを集める。コインがなくなりました。ショップの品物は変わっているでしょうか。同じですね。風船。10階は弾があったところですね。何かできるようになっているのかも。フェーズ2が始まると3種のクレストが手に入るようになります。1階にたどり着くための大事なアイテムです。ボタンを押す。これがクレストということですね。バナナ。なるほど。50階。鉢植えからもバナナ。46階。この人はどちらでもいいですね。霊障は下げておきます。
40回カラス。もう何もないですね。32回仮面の人。乗ってくる人は変わらないですね。実績のロックを解除した。終わってしまいました。幽霊は出なかった。主演のユミとスーパーカラスくん。カンフー映画不調エレベーターはそこそこのヒットを記録した。襲撃。バナナ2本とこのメンバー。なるほど。クレストというのを集めてみたいんですが。ヒントを買う。バナナは10階にもう一つあるようですね。これを見たいならとりあえずバナナは取らない方が良さそうですね。フェーズ2では3本のバナナも手に入るようになります。アイテムとして使うことはできません。ブレスト。カラスにマラカスをあげるとクレストがもらえるというヒントが出ていましたよね。人は乗せない。霊障は上げておきます。カラスを連れていく。32回。30回。ここでマラカスを取る。カラスにマラカスをあげる。なるほど。25回。開けない。10回。配電盤はストーリーには関係なさそうですね。実績解除には関係あります。あとは10回を待てばいいはず。13回。ボタンが壊れた。
10回。クレストを手に入れられたと思います。全部揃いましたが、この状態で1階まで行けるんでしょうか。3、2、1。幽霊は出なかった。もう地球には幽霊じゃない人間なんてどこにもいないのだから。地球が滅びているエンドということですね。次はカラスを乗せないでバナナを3本取る。エレベーター内で何かを集めている場合、10階に最後の一つが置かれていることがあります。なるほど、霊障は下げておいて、ボタンは押しておく。カラスを乗せない。バナナを取る。46回。人を乗せるかどうか。乗せない。あとはバナナを取るだけのはずですが、32回、仮面の人も乗せない。何か取っておくべきか。ハート。20回、配電盤。13、12、11。ここでバナナが手に入るかどうか。実績のロックを解除。終わったようです。
幽霊は出なかった。次の時代、地球を支配するのはバナナだった。人類の考えなど、チョコバナナくらい甘かったのだ。だそうです。次は、人を二人と猫を乗せて霊障を下げる。バナナ関連はまだありますね。霊障は下げる。人間と猫を乗せる。46回、エクソシストの人。40回、猫。次は32回ですね。仮面の人を乗せる。このメンバーを揃えた状態で、アイテム、ハート、この三人を乗せた状態で、霊障を下げていけば、また違うエンディングにたどり着けるはず。回転板。10回。特に何も集めていない場合は何も出ませんね。1回までいけるでしょうか。1回にはいけませんでしたが、新しいオフィス、ユミのビジネスはきっと成功するだろう。変わり者だけど、頼もしい部下たちが、いつも彼女のそばにいる。そうですか。次は、カラスにハートをあげて、バナナを3本集める。実績もチェックします。人を乗せた状態で777回や666回に行くという実績があるようですね。なるほど。
カラスをタッチする。カラスをタッチしても何も起きなかった気がしますね。何かやり方があるんでしょうね。オールエンディングス。オールキャラクターズ。オールアイテムズ。これ以上何かアイテムは出ないようです。カラスにハートをあげるのと、バナナを3本集めておく。霊障はどうなんでしょうか？あってもなくてもいいんでしょうか？人は乗せても乗せなくてもいいようです。カラスにハートをあげなくてはいけない。32回。次は30回。おや、しまった。人を乗せすぎて、違うエンディングになってしまいました。人は乗せない方が良かったですね。バナナを取っておく。50回で傘を開いて。では、人は乗せない。40回。しまった。間違えました。タイトルに戻るとかあるんでしょうか？ありましたね。やり直し。遊び慣れてくると、こういうボンミスをやりますね。46回では、
人を乗せない。40回。今度は大丈夫。32回。この次。30回ですね。パートを取っておく。カラスにハートをあげておく。17、16、15、14、13、12、11。バナナ、もらいました。実績を解除した。カラスが大きくなって、おや、クリック。カラスに食べられちゃった。でもお腹に合わなかったらしい。1秒も早くシャワーを浴びたい。次はクレストを3つ揃えて霊障を下げる。全実績解除も見えてきましたね。クレストを3つ集める。霊障は下げておく。カラスにマラカスをあげるのを忘れないようにしないと。46回。人は乗せないでおいた方が良さそうです。ガラスを拾いました。32回。人間は乗せないでおいて。30回。マラカスを取っておく。
カラスにあげる。あとは10回を待つだけのはずです。配電盤も本当はストーリーに関係してくる予定だったんでしょうね、おそらくですが。10階でクレストが手に入ればいいということですが、クレストを揃えて霊障を下げておく。1階まで行けるといいんですが、何か起きました。一回、実績を解除。幽霊は出なかった。こんなつまらない VR は初めてだ。何も起きない高層エレベーターで、ただ一階に降りていくだけなんて。さらに何か出てきましたね。ヒントを買う。指輪。ヒントを買う。30階で何かをする。乗客を全員揃えて、30階の何かを弓にあげる。指輪が手に入る。まず乗客を全員揃える。霊障は下げた方がいいかも。アイテムは取らないでおいて、カラスと人間二人が揃うと違うエンディングになってしまった気がします。猫にしておきます。人を乗せる。32階、仮面の人を乗せる。これでメンバーが揃いましたが、30階、これでしょうか。スーツケース。スーツケースを弓にあげる。
何も起きませんね。この人にあげました。風船。風船。猫に風船をあげる。何かの箱。仮面の人に箱をあげて。種。弓に種をあげる。2階。1階。どうなったんでしょう。幽霊は出なかった。ユミにとって幽霊よりも人間よりも怖いもの。それは月曜日。なるほど。これで全てのエンディングを見たと思われます。実績が解除されているので、おそらくこれ以上エンディングはないものと思われます。あとは全ての実績解除に挑戦してみます。何かご褒美があるかもしれません。人間2人を乗せた状態で、ハンマーを手に入れる必要がありますね。50回。とりあえず何もしないで。46回。エクソシストの人。40回。ペットは乗せないでおいて。32回。仮面の人を乗せる。次がハンマーですね。ハンマーを手に入れたら、ここを叩いて。案内人という実績を解除しました。この二人も天国に連れて行ってしまうんでしょうか。
止まった。エンディング自体は同じでしょうか？同じですね。777回まで連れてこられて、あの二人はどうなったんでしょう？実績はあと一つ。次は人間を二人乗せて霊障を高くする。そしてハンマーを手に入れる。霊障は高くしておく。50回、ペットは乗せても乗せなくても構いませんね。46回、エクソシストの人を乗せる。40回、ペットを乗せてしまうと、おそらくエンディングの条件を満たさなくなってしまいます。幽霊が出る回。開けない。35、34、33、32回。仮面の人を乗せる。30回。違う。ハンマーを手に入れる。霊障は最大になっていますので、フロア表示を破壊します。25回。ボタンが壊れた。連打します。道連れという実績を解除しました。開けます。エンディング自体は変わらないと思うんですね。幽霊は出なかった。扉の向こうにはまたエレベーター。本当にさっきまでと同じ世界なのだろうか。全実績解除しました。特にご褒美などはないようですね。ショップ。特別なアイテムなどもないようです。
スタッフの皆さん。とても楽しかったです。ホラーゲームなんですが、キャラクターがとても可愛く、グロテスクなグラフィックなどもありませんので、非常に多くの方が楽しめるゲームだと思います。時間もそれほどかかりませんので、皆さん、ぜひお手に取って遊んでみてください。それでは、おやすみなさい。